今日はすみません。本当に試合前のね時間を使っていただきまして、えー、第二回目のもういい、始めていい、はい、じゃあ2回目の、えー、スマイルフェスのちょっと説明会の方に入りたいと思います。で今日えょ、ー、と話をするのは、ですねあちょっと着座ですみません。えー、と今日お話しするのは、えー、ツアーの内容だけではなくて、えー、スマイルフェスをやるですね陸前高田とまあどういうつながりで。 えーまあ、ここに至ったのかっていう経緯も含めてね、お話できたらなというふうに思いますじゃあ、ちょっと前二つけしてもらっていいちょっとこちらのプロジェクターの方をご覧ください、でまずです、ね、陸前高田とフロンターレの関係なんですけれども、そもそもです、ねえー、実はもう縁もゆかりもなかったんですよ、陸前高田とは。 でまあ、震災が起こった2011年の3月11日の後にまに、あ、フロンターレの「マインドワンニッポン」プロジェクトっていう支援の活動をする団体を立ち上げて、まあ、サポーターフロンターレのクラブスタッフ選手それから地元のスポンサーさんですとか、えー、とみんなと協力して募金活動を中心にやってました大体いい1か月間ぐらい経った4月の頭ぐらいに、えー、陸前高田のですね 浜口先生って後からも出てくるんですけど高田の小学校の先生が教材が津波で流されてしまって教材不足に陥っているんでなんとか教材の支援をしてもらえないだろうかっていうのを中原区にあるですね大戸小学校ってあるんですけどそこの学校の先生が友達だったっていうことで連絡をしたんですね。でそのの先生ががフロントアレ算数ドリルっていうのが あ,のあるんで、えー、とそれを、えー、向こうに寄付したいんだけれどもということで、えーと、相談を受けたのがきっかけでした。でまあ、我々、募金活動はやっていたんですけども、直接、その被災地の,あの、まあ、たくさんある被災地あり、いっぱいありますけども、あのそういうどこかとに対して、直接何かをやってたということがなかったので、まあ、フロンターレがクラブとしてこう、直接できること、支援ができることがあればということで、まあ、ドリルの,あの寄付は、えー、即決で決めたんですけども。 ただあの、このドリル自体を、えー、そのまま送るとかっていうことではなくて、われわれも現場入ったことなかったので、えー、とにかくこのドリルをです、ね、持って陸前高田入りしようということで、えー、この時は800冊かな、800冊、えー、寄,付した寄付したんですけども、まあ、健吾は800冊全部にサインを書いて、やる男ですよ、中村剣吾。 ちょっとまだ顔は赤いですからもう5年前に、はい、でこの800冊を持ってです、ね、車に積み込んで、まあ、サッカーボールとかもないということで皆さんに協力してもらって、ね、サッカーボールもこう車に積み込んで、えー、川崎から出発しましたで大体12時間ぐらいかなまだ道がでこぼこだったりとかしたんで,で車に積み込んで持っていったんですけど最初はです、ね、陸前高田市役所の教育委員会の方にこれをまあ持っていく予定になっていたんですけど。 まあついてみたらまあ4月の26日だったんですけど持っていったのが震災から1ヶ月ちょっと経ってもうまだ向こうはもうバッタバタな状態で窓口の人も実際会えなかったんです僕ずっと電話ではやり取りしてたんだけどでもうそういう教育委員会ルートで何かお渡しするっていうのがもう難しそうだったんでもういいですとじゃあ自分たちでドリルを持って学校の方に回りますっていうことでえこの写真はあのお供小学校っていう。 1、えー、一つの小学校なんですけどもう見てもらうと分かるとおり小友小学校はちょっとだけ高台なんですねもう周りはもう全部こう津波で持ってかれちゃってるような、まあ、こういう場所でしたで、えー、と小学校の方で持って行って、まあ、校長先生に話をしたら、まあ、子どもたちをです、ね、体育館に集めてくれましたで、まあ、フロンタ君と横人、まあの僕ですけどでここで算数ドリルをです、ね、子どもたちに渡しましたそしたらすごい喜んでくれたんですよ ありがとうございますってみんな言ったんですけど「でフロンターレって何のチームですか?」って言われるわけです川崎ってどこですか長崎ですかとかって言われるわけですよだからもう川崎の場所わからないフロンターレがサッカークラブだってこと知らないサッカーやってる子だけは分かったけども女の子なんか全くわからないでももう無邪気には喜んではくれたんだけどもただそういうドリルを使ってもらうのはもう不憫にならないじゃないですか。 なのでこれはやっぱりフロンターレっていうのを知ってもらうこととあとはまあ川崎っていうところを知ってもらう活動を、えー、行おうとでその活動を通じてこう支援みたいなものができたらなっていうことで、えー、次のアクションに移っていったんですねでそれがえ陸前高田でのサッカー教室になりますで2011年のえとこれ9月ですけども、まあ、震災のその年からえと始めましたで、まあ、この年はですねあの8連敗というですね <laughs> 覚えてますかその当時から応じてくださってる方、もうめっちゃ辛い時期だったんですよ、こ計画を立てたはいいが、で実際は本当にそのあのあ活動をですねこの連敗しているときに、そんなことやってる余裕あんのかみたいなこともすごくメールいただいたりだとかしてね、大変だったんですけど、まあ、当時、選手会長だった井川選手の方うが、まあ、それとはもう別だということで、やりきろうというふうにまとめてくれて、まあ、選手全員で行きました。 ただ神様はいるんですねこの前の日の行った山形戦勝ったわけですよ <laughs> もう小林裕くん泣いてましたけどあの決勝点でねでもう気持ちよくですね笑顔で第一回目のサッカー教室を行うことができました、まあ、天気も良くてねでただサッカーやるだけじゃなくて、えー、まあ終わった後にですね江原さんにこう共産してもらってみんなでこうバーベキューをやってですね懇親を深めたりもしました。 あとは選手のがまが被災地に入るのは初めてだったのでやっぱりわれわれクラブの方からこういうことが必要だって話をするだけじゃなくて実際、選手が感じてもらうのすごく大事じゃないですかサッカー教室終わった後に実際に現場を見て選手たちがこうもっと自分たちのこう気持ちで主体性を持ってできるようにという,ふうな形で回りました昨日点取ってましたね、決勝点ね。稲稲本ちゃんね であとはサッカーだけじゃなくて川崎のことも知ってもらおうということで始めたのが川崎修学旅行です。でこれは陸前高田の子どもたちを中心に、まあ、親御さんもですけど大体100名弱ですね川崎の方に年1回招待をしています、まあ、今でも続けてますけどで試合前にねドロキのピッチで遊んでもらって試合観戦もしてもらってただ試合を見るだけではなくて まあ翌日とかは川崎を知ってもらうということでまあ川崎の笠山部屋協力してもらってね、部屋に行ってちゃんこ食べたいだとか川崎大師行ったりだとかえラゾーナで買い物したりだとかっていうことを活動としてえー行ってますでこの2つを軸にこう進めてたんですけどもまあフロンターレとしてですねまあ特にまあ中心であの動いてたのがあの僕だったんでえちょっと壁にぶつかったんですよでこれは、え…ー 震災からどうですかね2年ぐらい経った時ですかね、2つの大きな壁にぶつかって、でまず一つ目が、1年目は良かったんですけど、こう修学旅行をやったり、サッカー教室やったり、あの報道ステーションで取り上げられたりとか、われわれの大きな役割としては、このクラブの発信力を使って、被災地の現状を知ってもらうこと、これが大きな役割なわけですよね。でフロンターをいろんな企画を打ってあのそれ メディアのの露出ををするここととで被災地の現状を知っっててもらうってことをやってたんですけだもう2年目3年目になってくると同じ活動をやっているとやっていても取り上げてもらえなくなってくるわけですよでまあ一つの大きなフロンターレのやらなければいけないっていうこのメディアへの発信っていうのが知ってもらうっていうことがだんだんできなくなってきたっていうことが一つそれから2つ目が大きかったんですけど まあ僕の中でこの葛藤が生まれてきて葛藤っていうのかな疑心暗鬼になってきたっていうか自分たちのやっている活動っていうのが本当に陸前高田ののたためめになっているのかっているかとうことを悩み始めたんですそれは何でかっていうと最初1年目始めた時は必要だからっていうね、でどん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 話進めていったんですけどやっぱり高田の人とこう触れ合うようになって知れば知るほどやっぱり高田の,その窓口の人だとかが。 息子さんが亡くなっていたりだとかあの奥さんが流されてまだ出てこないだとか、まあ、そういうようなもう心に傷を負ってる人深い傷を負ってる人っていうのが周りにたくさんいるわけですねで、まあ、僕らのやってる活動っていうのはその年に1回だけその高田に行ってサッカーをやってでサッカーでまあ勇気を与えるだとか元気を与えるとかって言ってますけど、まあ、言っても年に1回ですよ。でしかもそのねあのねあ サッカーをやるっていうことはしてますけども実際それ自体が本当町の支援につながってるのかそれってなんかフロンターレのただ露出を増やしたいだけフロンターレの売名行為に思われてるんじゃないか,だからこうやってる活動自体が自分でも信じられなくなってきて本当にこれが町のために高田の人のためになってるのかっていうふうなことで悩んだ時期があったんですね大体2012年3年ぐらいのだったんですけど2年か。 翌年だで、まあ、自分自身も高校にぶつかってその後活動を、まあ、修学旅行だったりサッカー教室をやっていくべきなのかどうかっていうのがもう見えなくなって分からなくなって、まあ、実際、えー、どうしようかもう進めなくなっちゃったんですけど、まあ、その時にもちょっとぶっちゃけて、えー、相談をしたんですよでこの熊さんみたいな人これがね浜口先生もう人良さそうでしょ <laughs> ね、この浜口先生にですね、まあ、あの家に招待してもらって陸前高田の浜口先生の家に行って夜お酒飲みながらちょっと話をしてで、まあ、自分自身ちょっと悩んでるんですとこの活動自身を続けていくのかという話をしたら、まあ、先生がですね2つあの話をしてくれて1つが、まあ、フロンターレはそうやって悩みながらこう一緒に自分たちと前に進む、ね、こう活動をやってくれようとしていると。 だからまあいろんな支援をしてくださる方いるんだけども、まあ、正直言って何て言うのかな支援の押し入りみたいなのもありますとでもフロンターレはそういうのを悩みながらでもこう一緒にやってくれてるだからそういう気持ちがすごくありがたいし自分たちも分かってるから,だからそういうことで悩まないでくださいとだからフロンターレのやってもらってることっていうのは我々すごく本当にありがたいと思ってますっていうのを言ってくださったのが一つと。 それからあとあの浜口先生は、えー、陸前高田でその震災あったんですけども、まあ、幸いなことにご家族誰も亡くなられなかったんですよでもあの周りの人っていうのは教職員ね同じ教職の人とかっていうのはやっぱりそういう家族亡くされてる方がいるとで実際やっぱり傷を負った人っていうのはなかなか動けないと立ち上がることが難しいでも自分は幸いなことにそういうことがないかったからやっぱりそうやって、えー、心深い 傷を負った人はなかなか立ち上がれないからやっぱりそうじゃない人間がやっぱりしっかり立ち上がらなきゃいけないんだとで、まあ、フロンターレももちろん被災してるわけではないんであの被災してないからこそあの動けることっていうのがあると思うんですというふうに言ってくれたんですねどうしてもやっぱりこうその付き合う人が最愛の人を亡くしてるっていうふうに思ってしまうともうその気持ちばっかりを考えてしまって動けなくなっちゃったんですよでもやっぱそうじゃないんだと。 そうじゃなくて、その人たちのことをすごく考えようもするけれども、やっぱり被災してないからこそこう、ね、自分たち動ける人間が動かなきゃいけないんだということを言ってくれた。でそれですごくこう気持ち的に楽になった。だからもっとこうそんなに考えないで、何て言うんですかね、あの考え込まないでやってくださいっていうのをね、あの浜口先生が言ってくれて、それでこうずしっと来てたものが結構晴れたんですね。で自分の中で えー、ただまあ支援というのを考えた時にこの関係の見直しをちょっとしていこうと何かっていうとこれ当たり前の話なんですけどこう支援というのは支援する側と受ける側って分かれるじゃないですか高田で言えばフロンターレがする側でそれを受ける側が陸前高田市というふうにこう分かれるわけですよねでこの関係だと結局こう一方通行なんですよ受け取ってありがとうございます いううのししかなくなくってしまうんで,で最初はいいんですけど結局この活動っていうのをこう発展していくっていうふうなあのすごく難しいっていうことに気がついてそうではなくてあの川崎フロンターレがそもそもこうじゃあ川崎でやっているものって何かって言ったら僕はこうサポーターの皆さんここにいらっしゃる皆さんフロンターレのこと支えてくれてます実際ねチケット買って今日のチケットもそうですしシーズンチケット買ったりだとか。 協力ししてくださってててくくだだささっっ支援ますけどもただフロンターレがあることで皆さんも支えられてる部分っていうのがきっとあると思うんですよやっぱりそれは仕事のね明日への元気になってたりだとか家族のコミュニケーションになってたりだとかっていうだからただ単にそれを渡してありがとうだけじゃなくてやっぱり川崎の関係っていうのはサポーターの人と一体になっている部分っていうのが支える側支えられる側っていうのであったとしてもあると思うしまあ今日もフロンターレ牧場外でやりますけども。 あのそのイベントも地元のねあの森養豚場さんですとか福田牧場さんという地元の方々っていうのが協力してくれてるわけですねだからフロンターレっていうのはこう地元のためにって動いているだけじゃなくて地元の人にも一緒に汗かいてもらってえお互いでお互いがこう支え合うことで笑顔になれるっていうものをこう作ってるのがモットーだか,だ,かだからこういうようなフロンターレスタイルっていうものをこの復興支援というところでも作れないかなっていうふうに考え始めました。 こういうい感じですねね野獣して言うと、ね、じゃあ何ができるかというふうに考えたときに、えー、陸前高田を生かしていこうと結局川崎は今日の福田牧場さんみたいに川崎の魅力をこう生かしていろいろと活動しているわけですじゃあ陸前高田の生かせるものは何かというふうに考えていくとたくさんのおいしいものがあるわけですよ物産も含めて今まではね高田を生かすって感覚がなかったんで 僕らら陸前高田に行っっててもサッカー教室だったたそのまま帰ってたんですでもそうじゃなくて陸前高田の何かいいものはないだろうかっていうのを考えていろいろと見ていくともうたくさんあるわけですよ牡蠣からホタテから食べ物もそうですたくさんあるこういうものを生かすっていうことがそういう相互支援というところにつながっていくんじゃないかなというふうに思ってできたイベントが陸前高田ランドですねこの間陸前高田ランド春もやりましたけどでこれっていうのは 被災地だから、道場で物を買ってるわけじゃなくて、実際に陸前高田のもの、おいしいじゃないですか、牡蠣もホタテも。実際ある魅力っていうのを、フロンターレの集客につなげる、フロンターレのサポーターの喜びにつなげてで、なおかつ陸前高田の人にしてみたら、自分たちの,その持ってるものっていうのを、外に PR して、販路拡大につなげたいだとか、観光の、あのね、観光 PR につなげたりとかっていう、まあ、ウィンウィンの関係でいけるわけですよね。やっぱこういうものっていいいを作っていかないと 長く付き合うことができないなっていうふうに思って、えー、今これを始めました。で実際すっごい盛り上がるじゃないですか。ね、だからこういうふうな物産を生かすっていうことが一つ、えっ、ー、と今形になっているんで、ねこうやって豊富豊富しながら食べているわけですよ皆さん。でただこれはまあ物産関係者とはこの関係でね一気に距離が縮まったんですよ。いい関係ができた。 もともとサッカーやってねサッカー関係者ともあの一体感もあったんですけど、あの肝心なその陸前高田の市民とこうつながっていくっていう、市民の人たちとじゃ一体感を持つ何か仕掛けっていうのも必要だなというふうに考えたんです。で、その考えてたときに、えー、と出てきた救世主がですね、この方なんですよ、加藤久志さん、9さん、2011年の震災当初、ですね陸前あの J リーグの復興大使をやられてました。で今はジュビロ磐田の GM やってます。 Q さんはです、ね、なんと陸前高田市にです、ね、グランドを作ったんですよ、J リーグと日本サッカー協会に掛け合って、で上納部グランド、今回、あのー、イベントをやる場所ですけど、この上納部グランドっていうのは、もともとグランドなんかなくて、農地だったんですね、でこれが上納部の,その震災当初の状況、こうやって瓦礫に追われている、こういう場所だった。でここを、Q、さんは さんが中心になって地元の人たちとです、ね、子どもたちの遊び場がないからということでこうやって天然芝のグランドにを作ったんですね。まあ、今回の会場となる場所です。で恥ずかしながら僕は2011年から高田に行っていながらここの存在に気が付いたのは2013年だったんです、2年後。それまで知らなかった。でここのすごいのはフロンターレがこ、えー、このグランドのこれ柵のところに。 エンのエブブレムが入っているんんんでですすけけどこれクラブがつけたんじゃないんですよさっき言った通り J リーグと日本サッカー協会の支援のもとでできてるから J リーグの全クラブ J1J2 のエンブレムがあるんです。でこれ天然芝のグラウンドのこれ周りに柵があるんですけどこれね鹿がねあの夜中降りてきて、ね、芝の芽が食べられちゃうんで鹿が入らないような防護柵になってるんですけどそこにこうやって J リーグの全クラブの、ね、エンブレムが入ってるんです。に被災地にできた 本当サッカー界の聖地ですよ、で、そこでひらめいたわけですよ、<laughs> ここで、この天然芝のグラウンド、J リーグ、日本サッカー協会の聖地ですよ、サッカー教室の時は選手練習着ですから、そうじゃなくて、ユニフォームを着て、ここでベガルタ仙台と、フロンターレの盟友であるベガルタ仙台と、試合ができたら、こんな感じで、できたら、どんだけこれ、盛り上がるんだと思ったわけです。 でサッカー見たことない人たくさんいますから陸前高田ね、まあ、ちょっとなあの沿岸部の方なんでなかなか出づらいじゃないですかユアテックに行くって言っても3時間ぐらいかかるしねだから J リーグ見たことそもそも見たことない人たくさんいるから,だからこれを確認したイベントを展開をしたいというふうに考えましたで、まあ、話を進めていく中で先ほど言った通り縁もゆかりもあの陸前高田ではなかったんで、まあ、これを あの陸前高田の市長に相談をした時に「まあ、分かりましたやりましょうと」と、まあ、なったんですけど、えー、ただそこのつながりが大義名分が必要なんで進めやすい体制を作り出しましょうっていうことで陸前高田市と川崎フロンターレで友好協定を結びましょうっていうふうになったのが高田フロンターレスマイルシップということで昨年の9月にこれを結んだわけですね。 なののでこの有効協定自体は有効協定が目的ではなくてこういうアクションを起こすために必要だったんですよ手段としてでこれができたことでえ合同でお互いの力を合わせてやっていきましょうということで現在実行委員会が立ち上がって高田の,人高田の役所の人フロンターレのクラブスタッフあとそこにまあサポーター有志とかも入ってもらってやってるんですけどえと現在進めていますで実際ですねスマイルフェスって名前が付いていてサッカーの試合ではないんですよ サッカーの試合だけではなくて、僕らが考えているのは、本当に今日こう、ホームゲームありますけど、これをそっくりそのまま向こうに持っていきたいというふうに考えているんで、川崎の物産からアトラクション、それから陸前高田の物産からアトラクション、それから音楽界から、なおとインティ・ライミさんがですよ、もうボランティアで、今回の話にあの賛同してくださって、ボランティアで出てくれるというふうなことで。 本当にフロンターレがホームゲームやってる時の,この温かい雰囲気っていうのをそっくりそのまま向こうに持っていって、えー、それが高田の市民の方と川崎のサポーターの交流にもなったらいいなというふうに考えていますサッカーだけだとねあのやっぱりおじいちゃんおばあちゃんそれだけだとねあの来ようっていうふうになかなかモチベーションにもならないじゃないですかだからこうあの向こうでやってる伝統的なもち巻きっていうのがあるんですよで餅の中にこう当たり券とかが入ってると何かもらえるみたいなそういうようなねものもやったりとか そういう企画も入ってますで実際の場所がここですね、先ほど見せた尾納ビのグラウンドですけども、ちょっと見づらいですけど、会場自体はステージエリア、それからサッカーのフィールドがあって、それから物産エリア、アトラクションエリアということで、まあ、大きく分けると4つのエリアに分かれてイベントを行います。で試合会場の周り、オレンジ色のありますけども、あそこが観戦エリアになるんですけども、 ただ本当はね仮設スタンドを立てたかったんです、でただね仮設をてるだけで1日のために2000万円かかることが判明したので、もうそれはちょっと生産性ないので、まあ、市長とも話して、ここはもう運動会方式、もうあのなんだパイプ椅子とかになっちゃいます、だから、ちゃんとスタジアムで見るような感じではないということは皆さん認識してほしいです。で、これが会場を上から見た感じですね、俯瞰で見た感じ。 左上のところは野球場があるのでちょっと芝生ないですけどもでこの右側のところにこれ国際 A マッチが取れるだけの正式な大きさが取れる広さありますんで右側の方で試合をやって柵の外のところで物産とかアトラクションとかっていう感じですね。これはイベントの会場の外になりますけどま,あまだこんな状況ですけどこれは当日までにですねあの整備していこうという話になってます。 で今回、大きなポイントは、えー、とツアー自体が、えー、とマイカーで来れないんですよ、で本当は皆さん、マイカーで来ていただきたいと思ってたんだけども、もう道がこんななんですよ、なので、もう退去して押し寄せちゃうと、もう陸前高田市内がもう交通渋滞になってしまって、もうあの皆さんの迷惑になってしまうんで、それで今回、JTB の方にツアーでの申し込み者が行けるというふうな形にしたというところなんで、ここはまあ、ご了承いただきたいなというふうに思っています。 で小さいながらもこういうクラブハウスも、ね、あの横に立っています。はい、あの昨年には、ね、あのジュビロ磐田の、ね、J 選手もここにあの個人として行きたいということで来てあそこに見えるベンチなんかは J 選手が、ね、寄贈したものなんですよ、はい、でフロンターレのポスターとともに J 選手の写真も飾ってあります、<laughs> クラブハウスの中に香川選手も来たって言ったな、澤選手もここに来ましたけどでイベント規模は3000人です、もう3000人が今のスペースに入れるもう限界なんですね。 3000人の内訳として、えー、地元の方々、陸前高田市だけではなくて、近隣の気仙沼市、大船渡市、それから隅田町という3市1町で、えー、イベント規模の半分の1500人、それから1000人が川崎のサポーター、仙台のサポーターを500人という、今、予定で進めています。で簡単に1000人って書いてますけど、これ、1000人ここにもう連れていくっていうのは、あの来てもらうっていうのは、本当に大変。 だと思ってるんでこういう会も開いているわけなんですけどもバスで言ったら25台ですからねこのね街にねでツアーの方はもうオープンになってますけど3種類ですでツアー1、えー、ここのポイントは7月の2日貸切新幹線でみんなで行こうじゃないかと昔は上新潟貸切新幹線っていうのもやりましたけどもはいまあ、そのノリでですね貸切新幹線でここが1000人のサポーターの中でも大多数の700人になります。 でえー、7月2日の阿部仙台線を観戦をして翌7月の3日にフェスに参加をするという形ですでこれもオープンになってますけどお値段は3万9800円という金額です決して安い金額ではないですけどもあの、まあ、とにかくこのツアー700人なんでここに多くの人に集まってもらえるように今活動をしていますでただやっぱりこの金額高いからということで講演会の方に話をして えー、相原常務理事のほうに話をしてですねよし分かったということで相原さんがですね <laughs> カードマンとなって講演会会員1000円オフをしてくれるということになりました講演会会員の人はここからさらに1000円安くなりますでツアー2がこれはもう7月の2日その日のうちに陸前高田入りこの新幹線ではないです <laughs>、はい、で中に入って陸前高田の、えー、見学をしてそれで夜には え陸前あのメンバー外の選手ですね、7月の2日の試合、仙台の方に行かない選手たちは、そのままあの陸前高田入りをして、選手たちとともにパブリックビューイングをしようとで、みんなで応援をしようという形です、これ、あてなんで、これ、ミトホーリーホックの写真ですけど、<laughs> すみません、ケー電ってて書いてあります、はい、でここが選手と、だここが大きなポイントかなというふうに思っています。 で、えーと、ここのお値段がさらにちょっと上がって4万2800円ということで、ここも相原さん、一肌脱いでくれということで、相、うん、原さんの1000円オフがあると。で、ツアーの3つ目が、マイカーで気仙沼。これは7月の3日。ルパンが行くわけじゃないですよ。猫バスが来るわけではないです。ちょっとでも注意してもらいたくて、注目を浴びるためにこうしました。気仙沼の方に、まあ、だから車で、マイカーで行く人、7月の2日。で、この人たちは7月の3日、気仙沼の方に、 えー、来てくれたらそこからバスを出すんでバスでの移動だけですね誘導という形になりますでここが、えー、気仙沼から会場まで約30分間ですねでこれのツアー料金は子ども同額の5000円ということでここは5000円なんで講演会割引うんどうなんだって言ったんですけど相 <laughs> 原さん俺はやるよということで太っ腹1000円オフという形でございますなので一応この3つのプランで現在進めて募集の方をしております で最後になりますけれども、もう本当にあの今回の企画っていうのは、あのー、なかなかね、えー、フロンターレのホームタウンじゃないところで、ここまでの大きい企画やるのは本当初めてですし、ここに結びつけるまでに、ね、本当に、あのー、一筋縄ではなかったです、実際、反対する意見もありました、本当にやりきれんのか、そこまでやる必要があるのかっていうのはありましたけれども、でも本当にあの,あの我々感じてるのは、被災地あの陸前高田ですけれども、 あのフロンターレの、まあ、言ってしまえばホームターンではないですよ、でただ、J リーグの我々は1クラブであって、J リーグのホームタウンは日本ですから、今回あった陸前高田もそうだし、熊本の震災もありましたけども、もやっぱ我々のあのホームタウンである日本の中で、こうやってフロンターレができること、フロンターレの力だったり、サッカーの力でできることがあるんであれば、やっぱそこをしっかりやりきるっていうのが、僕は川崎のスタイルだと思うし、フロンターレらしさだとも思ってるんで。 そこにただフロンターレのスタッフだけではなくて、まあ、皆さんと一緒に楽しんでね、できたらなというふうに思ってます。想像できる企画ではないんで、ぜひですね、ここにいらっしゃる皆さんと陸前高田のここの会場で会いたいと思いますし、ここにいらっしゃる皆さんには、自分たちのね、あの友達、親戚、もう皆さんの方に告知していただいて、今日僕が話した話は拡散していただいて、YouTube チャンネルでも流しますけども、多くの人にあの告知していただいて、1000人、 みんなとね行けたらなというふうに考えています、えー。話としては以上となります。ご清聴ありがとうございました。